こんばんは、ワンナップゴルフです。今回はですね、理論とかそういうゴルフのスイングのことではなく、レッスンをした時のちょっとお話をさせていただきます。お二人をちょっと話題に挙げさせていただくんですけども、一人は男性、一人は女性。まずその男性の方はですね、平井弘明のワンナップゴルフ、都内から来ていただいて、まあ、定期的に受けていただいてるんですけど、ゴルフ始めて間もない頃に最初にワンナップゴルフに来ていただいて、で今1年は経ってないぐらいだと思うんですよね。ワンナップゴルフのレッスンは 4,5 回受けていただいてるんですけど、ゴルフ歴は今現在で2年ぐらいじゃないかな。まずやって1年経った頃にワンナップ来て、さらに1年経ったぐらいだ。それぐらいで、うん、まず本当に基本だけを今もずっとやってもらってるんだけど、最初ドライバーは大げさ抜きで本当に右しか飛ばなかった。で右の120から150ヤードぐらいしか飛ばなかったの。もう本当真右に、コースだったらもう絶対 OB ですねっていうボールしか飛ばなかった。アイアンなんかももう浮いてかないんだよね、当たらないから。ああ低いんだ。そう低いし、まあチョロだよね。でシャンクも出るし、ただその方ね、趣味は筋トレなの。すごいね、筋トレも本質をね知ろうとしてちゃんとやりたい方、うん、だからワンナップゴルフをたまたま見ていただけて、ちゃんとやろうと思ってくださったみたいで、それでこう定期的に来ていただけるようになったんだけど、なんか響くところがあったのかな。なんかそうやって言ってもらって、ご本人がまあ嬉しい限りなんだけど、その方前もね動画でちょっとお伝えしたんだけど、いい意味で伝えたこと教えたことしか やらないのよ。だからドライバーが230ヤードになっちゃったの。すごいね。やばいでしょ。100ヤード伸びてんだよ。しかもまっすぐだから、多分本人より俺が一番びっくりしてるからずっと自分も確信を持って言ってるんだけど、さらにやっぱりなと思っちゃう、うん、あそういう結果が出ちゃうんですね。そうそう、ましては始めたての頃全然当たらないところから今だから。あそれを見てるからね。そうだから、うん、初めに、うん、わけわかんないことやらなくてよかったですねってこの間も話したの。変なものは入ってなかった。入ってない、一切入ってない。多分でご本人も本当に物事に対しての本質を知ろうとするタイプの人だから、あの入れようともしなかったらしいんだけど、どれ信じようかなで探してたんだ。まだそうだからすっごいよかったの。よかったね、本質しか言わない、うん、チャンネル見つけられて。そう本当に本当に心底思いました。じゃあさ、そんなさ上手くなったんだったらさ、何やったかみんな聞きたいよね。それを教えてくれんのそれ教えなかったら、まあ、まあまあそうだよね。あれだよ、また言わねえんだって。そうだ書かれるね。でしかもそういう動画だしこれそうそうそうだよね、これはそういう動画。じゃあ今回は言いますまず初め来ていただいて、いろいろその打つ前に打席でお話しさせてもらった後に、じゃあ誰々さん、ベタ足と手打ちでとりあえずそれを極めましょうって言って3ヶ月やってもらったの。そしたら全然本当最初当たんなかったのが、浮くし球ちゃんと当たるし、回転がねうまく、上半身の回転がうまくできるようになったので、手首をめちゃくちゃ固くしてもらったの、グリップと。それを3ヶ月やっていただいた後に、ベタ足手打ちとグリップを固くするショットがうまく打ててきたんで、じゃあまた次レッスンお願いしますって言ってくださって。あじゃあその3ヶ月の間来なかったんだ。そう、オンラインサロンまだやってない時だから、はい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 、動画でやり取りしてたの。それで動画を送ってもらって、あここはちょっとこうしてくださいね、ここはすごくいいんで続けてくださいねっていうような感じ。あそっかそっかそっか、それでやってたんだ、うん、そううまくこう支えてどん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 こうセンターにセンターにっていう感じでやってていただいて、それがちょっと出来上がった雰囲気なんで見てくださいと、うん、で来てもらったレッスンに、うん、確かにできてるわけ。それ本当にそれだけやっていただいたから、ずっとずっと本当にレッスン動画もそれしかないの。送ってくださる動画もベタ足手打ちしかないの。まあご本人もこれしかやってません、でも本当にいいんですかって、全然いいですって。そう、それで3ヶ月後来ていただいて、ショットを生で見たら、うん、あできてますねって、もう70点ぐらいできてるわけ。もう70点って言ったら100点だから。そうだね、うん、それはじゃあもう見たら、うん、あ本当に3ヶ月それだけやってたんだねって感じなんだ。そう、それが分かる。もうベタ足手打ちってそんな甘いもんじゃないから、本当に3ヶ月間やったベタ足手打ちとにわかのベタ足手打ちじゃもう誰が見ても分かるから。もうクラブさばきが違うから、ベタ足手打ちって。そうなの？めちゃくちゃ強くて速いからになってたんだ。じゃあ、うん、
意識してるんですけどって言ってる人のベタ足手打ちはなってないから、やりきりましたって言った人の手打ちってそんなもんじゃないから。へえ、うん、そんな甘くない、ベタ足手打ちって。え、じゃあ見て分かっちゃうんだ。分かる分かる、全然分かる。やってた、俺はでも言わないよ、一生懸命やってたって言ってできてない人にはもしかしたら言わないかもしれない。もっとやりましょうねとは言うけど。いや、なるほどね、うん、いや分かってんだよまで言わないんだ。そう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 、やってないの見りゃ書くからって言わないんだね、うん、言わない、優しいね、うん、あのやってって俺は相当な勢いで言ってやらなかったから俺はもう言わない、うんうん、その3ヶ月後に来てやってショットを打ってもらったらやっぱすごかったから、うん、じゃあ次の段階に行きましょうって言って、うんうんうん、次の段階のことってグリップを今度めちゃくちゃ緩く握るわけ、はいはいはい、逆で、で今度上が10か9で動いてて下が0か1ぐらいでしか動いてなかったのを5-5にしてくれてた。要は普通のスイングに近いわけじゃない。足上げるの？じゃあ足上げる。今まで上げてなかった。上げてなかった。でそれで打ってもらったの。1球目からピッチングで125ヤードぐらいナイスボールが出たからもう1球で終わりにしたの。まだレッスン始まって2時間のレッスンだよ。2時間のレッスンでまだ5分ぐらいよ。で1球ってナイスボールが出ちゃいました、うん、もうやらないから、その普通のショット。6分目から2時間までベタ足手打ちだから、まだまだまだできてましたねっていう、今までの3ヶ月間ができてたどうかの安心を一発で刺しただけだから、うん、ああなるほどね、うん、間違ってなかったですよって思ってもらうだけのショットを一発だけ打ってもらっただけなの。あ、そしたら本当にこんな打てんじゃんっていう実感がそ, うその方にあるわけだ。その1球だけで、そう、うん、なかなかないんだけどね、そうやって1球目からそんな綺麗な結果が出ることが。そうで、今までフルショットの練習をしたことないのに当たるってことは、うん、っていうことを知ってもらいたかったの。でもあれなんじゃない、久しぶりに足上げられて、そうそうそう、動きやすかったんじゃない、ね、解放させられた。そうだよね、そう、あのメタ姿勢ってやっぱ窮屈っていうかさ、窮屈窮屈ね、うん、窮屈だし、やっぱり普通のスイングではないから、そうだよね、不安になるじゃない、うんうんうん、あ、だその不安を一瞬だけ取っただけ、うん、なるほどね。そう、何ですかっていうわけ、これはやっぱりその当たる、いやそりゃそうだよ、そう、今までフルショットの練習をしてきて、うん、じゃあピッチング打ってくださいって当たるんだったら分かるのよ、全くそんなショット一発も打ってないのに当たる理由が分からない。それは今までの3ヶ月間が今のナイスショットを打つためのことをやってきたからですよっていう、うん、うん、で甘い蜜を誰々さんには吸わしたくないんで、うん、またベタ足手打ちをやりましょう、その代わり番手を上げましょう、今までウェッジしか打ってなかった、次7番とか9番とか番手をアイアンにしてウェッジじゃなくて、うんうん、とそれで同じベタ足手打ち、これもまた極めましょうっつった、うん、でやって2ヶ月ぐらいピッチングのベタ足手打ちの基礎ができてるから、うん、7番9番はちょっと早かったわ。また LINE でやり取りしてできました、うんうん、じゃあちょっと見ましょうかっつって、でまた来ていただいて、したらね、まあ、確かに7番も打ててる、うん、足は上がってないけど、足は上がってないただその中に右肘の使い方だったり、うん、上半身の回転の度合いの回し方だったり、うんうんうん、そういうものも、まあ、ちょっとずつレベルが上がってるってことなんで入れていきますよって言って、うん、徐々に徐々にスイングを本当に少しずつ固めてって、本当に基礎中の基礎をどっしり固めたスイングを今作ってるんで、うん、焦らずやりましょうって言って、で次7番アイアンをこの間のピッチングと同じようにフルスイングしたら、うん、全然普通に当たっちゃうわけよ。当たるんだ。当たる。打ち方違うのに、うん、その素振りでチェックをしてもらって、うん、最後右スパイクがこういう上がり方をしますよとか、うん、その上半身はこれぐらい回転しますよで素振りを何回かしてもらった後に、うん、ポッて打ってもらうと、うん、やっぱ当たるんだよね。すげえいい球出るわけ。飛距離も十分なの。じゃあその日は2時間中、うん、1時間でそれが出来上がっちゃったから、うん、ドライバーやりましょうかって、うんうん、やっぱりね1打目がうまくいかないと次がないん で、ね、うん、でドライバーやったらやっぱりドライバー全部右なの。まっすぐと左がいかない一発も、うん、で全部右行ってて、うん、まあ、その時点でああこれはまた上達が早いなとは俺は思ったんだよね。おお、なんで？そうやっぱり左に行ってないってことは、うん、俺の中では原因は必ず一つだと思うわけよ。あ、左に行ってる時って2つ3つある、うん、大変だっていうね。そう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 、うん、
その右に行ってるっていうのは今までのピッチングとか7番もそうなんだけど、その方の癖で右行ってるわけだから、それをアイアンみたいに直ればドライバーも直るはずのスイングをしてたから、まあそれを直すようにまたドライバーももうベタ足手打ちをやった。でとにかく上の運動量を増やして肩の回転を加えてあげて、でまたそれをこれも2ヶ月ぐらいやったのかな。でまたレッスン来て、それが先週、あこの間の、で、まあ、ウエッジ9番7番ってやってきて、でドライバーやって、でじゃあ今日は今までそのベタ足手打ちをやってたことの、まあ、ちょっとおさらいを全部やりましょうということで、まあ、ショートアイアンから全部やったんだけど、やっぱドライバーがねやっぱちょっと右行ってたんでね、そのドライバーもアイアンと同じようにそのフェース管理だったり右肩の突っ込みを相当突っ込んでくださいって言ったインパクト後にで、フォロースルーのクラブの出し方を言ったらまっすぐ230、もうちょっと右かストレートの230しか飛ばなくなったのね。で左も打ってくださいって言ったの、左のミスも出るように今お伝えした動きの大げさにやってもらって捕まりすぎたっていう球を打ってくださいって言った。それも打てるわけよ、捕まり、そうだから打てるようになった、打てるようになった、左も打てんの、そう捕まりすぎ注意じゃん、そうそう、だからそのね基本がちゃんとベースができてクラブがうまく動いて、上半身の回転が下半身よりもちょっとでもリードしてたら、やっぱいい球って出る。それをね本当にレッスンしてて、ああすっごいな、見てて本当すごいなと思って、こう同じことをやり続けるっていうのは大事って動画でも言ったけど、それをちゃんとやってくださった方がいたと思って、証明してくれたね、もうその結果っていうのはね、登録も俺もいじれないものだから、ご本人がね、努力して、でびっくりするのがその方の練習量、2週間に1回、嘘、1週間に1回行ける時が少ないんだって。だいたい2週間に1回になっちゃいますって、それでそれだよ、1年かかんないんだよ本当に。でもそれだけやり続けたんだ、じゃあ周りの目があるよね、なんであの人、そう分かる、こうあのベタしてるって変な風に見える、そう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 、まともな練習はしてないように見えるからね、見える、なんであの人、正面向いたままじゃないけど足はね、なんで足上げないのって、まあ思うだろうね、ああいう打ち方なのかなって思われるよね、でもやり続けたの、やり続けた、やり続けてくださって1年かからないうちに、本気で飛ばなかった右にしか行かなかったドライバーが、キャリー230、まあ単純計算240は行ってるだろうね、ラインからね、そこまで変わったっていうこと、ほんの一例でいいのよ、一人いればいいから。それでラウンドはしてないのかな、そう練習も行けないぐらいだから、なかなかコースもね行けないんだ、忙しくて、そう行けないって言ってて、ただ年に数回しか行かないラウンドを楽しみたいためにレッスンに来てくださって、まあ、確かにそうですよねって言って、それがねなんかもうこっちが衝撃的だった。いや本当すごいと思った、あれだけこう一つのことをずっとやり続けた結果っていうのがやっぱり本物だなと思って、あれはすごかったな。もうだからずっと笑ってるっていうか笑顔なわけよ、嬉しいからねご本人が、だからでそこまでベタ足やってフルスイングやってベタ足やってフルスイングやって両方ナイスショットが出てきたらベタ足をすんなりやれるわけよ、その方で。まあ細かいチェックポイントっていうのもまあレッスンの時のお伝えさせてもらって、だからすごいなと思って、その方ね、なんだろう、いろいろものの考え方がすごいシンプルで、クラブもドライバー使わない5番ウッドユーティリティ7-9ウエッジ3度パターしか持ってないの、ハーフセットみたいな、それが結局、まあ、練習できるクラブで持ってれば十分だし、結果それで練習してるんだったらそれだけでコース回ったって全然いいっていう考えで、だからそれ一番最初の時俺もねその方にお伝えさせてもらって、その本当にそのちゃんと定期的に行くようになったりちゃんと自分のスイングが見つかるまではフルセット買う必要ないですって言ったの、そうだ、それもちゃんと守ってくださって、そういうのがねやっぱすごく印象的だったんで、今回ちょっと動画でお話ししたいなと思って。確かに都内からいらっしゃってる方のレッスンのお話をさせていただきました、でもこれあれでしょ、作り話だって言われるんだよね連れてこようかな、じゃあ
何とでも言っちゃえね、そしたらね、もうね、そうお前ら嘘ついてんだろって言われたら、そう、あのでもそのご本人だけは分かってるからね。そうだね、うん、話して OK だったの？ OK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  全然 OK 全然 OK。 名前は言わないし、うん、ナイキのドライバー使ってる方で、ピンのアイアン使ってる方で、ウェッジもピンで、パターもピンです。したらもう分かる。で、使わないクリークって言ったらもう多分ご本人分かると思う。しかもそこまでやらなくても分かってるでしょ多分。はい本人はね。そうだね、本人は分かってるはず。うん、うん、そうだから、すごく、まあ、トール君と僕が言ってるその本質的なことをすごく理解してくださる方で、うん、だ僕もすごくレッスンはしやすかったし、余計なことを言わずに済んだっていうことが大きいかもしれないね。あれだよね、いつも俺と平井君で言ってる、他の物事でも本質分かってる人は、うん、それ以外のことでも本質分かろうとするから、うん、早いんだよね。早いね、早いです。そうなんだよね、ええ、そういう人って分かっちゃうね、すぐそうそうだろう、何が幹で何が枝葉か分かっちゃうから、そうそう、枝葉のこと言ってもふーんぐらいになってね、そうじゃなくて、何なんですか本質はみたいな感じってくるよね。そう、いや本当本当そうなの。興味がないっていうか他、そうね、そうだよね、だから球をこうやったら曲がるんですよって言ったところで、うん、ふーんみたいな感じだよね。そう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 、今それを必要としてないことには一切食いつかないからね、うん、それを分かってるから、うん、そうだよね、うん、そういうのがやっぱり上達のスピードがこうやっぱ変わるポイントだよね、うんうんうん、筋トレすごい詳しくて、あ、もうポジティブよりネガティブだっつって、筋トレもパーソナルトレーニングだからそういう質問だったり、うん、会話で得られるものを得たいために、うん、わざわざパーソナルにして一対一でやる方、なるほどね、はいはいはい、YouTube には一切興味がない方だけどよく見つけたね。そう、本質を知るために YouTube を見て、うん、触りでね、うん、たまたまワンナップゴルフを見たっていう。よくでもその弱小の頃だろうから、そう信じたよね。ね、ありがたいですよ。その登録者の数で本当にありがたいですよ。だからうちも曲げなくてよかったと思って。本当だね、うん、球は曲げるけど、うん、本質は曲げませんから分かんない、これからずっと左手リードとボディタッチしかないかもしれない。怖いからやめてそうだ、今回はですね、その一例としてですね、こういうお客様がいらっしゃいましたっていう内容、どうしてもあのお伝えしたくて撮ってきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンのよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。この度ワンナップゴルフのオンラインサロン始めました。セクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますので、ぜひ興味ある方は入会していただいてですね、知ってるあれっていうネタをですね、コンペとかで言っていただけたらと思いますので、ぜひご入会よろしくお願いいたします。